橋本ワイドモーニング8時からお送りをしております。9時台は、狭いスタジオがいっぱいです。先だって3月の初め、アジサイホールで行われましたふるさと創作オペラ、天野の里に伝わる悲恋の物語、横笛の歌、このオペラの主役ヒロインを演じました十鳥かな子さん、おはようございます。おはようございます。そして総合演出プロデューサーの坊野宗和さん、このお二人をお招きしています。よろしくお願いします。はい。そしてその新章風景を舞でもって表しましたカレンさんも加わっていただこうと思います。さて、十鳥さん、というところ大変だったですね。ねえ、本当に、はい、そうですね、うん、はい、私は兵庫県の方から通いまして、はい、今日は何時起きでした？はい、そうです、今日は5時には起きました。5時には、ねえ、はい、早かったですあれからもう早いもんですね、3週間近く経つんですけども、ね、公演終わってその周囲の方、ご家族はじめ、どんな感想をいただいたんですか？私もこういう初めて主役という役をさせていただいたんですけれども、結構皆さん遠いところ見に来ていただいたんですけど、見に来る価値のあるくらい本当に良かったっていう風にすごくたくさんの方に言っていただけて、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ねえ、嬉しいでしょうね、はい、もうチケットが本当に12月には売り切れと、見たかったに見られへんかったと悔しい涙の方たくさんいるとお聞きします。本当に2時間以上のこの長い長い感動のドラマ、一番最後の部分だけでもちょっと触り聞いていただこうと思います。そして会場の声、何人かの方にお聞きをしました、生の声いかがですか？いや、もう感激しました。またね、春になってニューズ姫神社お参りして、横笛さんのお墓へお参りしたいと思います。素晴らしいですね、狂言とかあるいは前は能に通じるものもありますし、それから何よりも私が嬉しかったのは、この天野のこのニューズ姫神社に対してみんなが幸せになる、それを祈る場所っていうような、そういう歌がありましたでしょ。そういうふうに捉えていただいてるんだな、祈りの場所っていうことが、それがすごく嬉しかったですね。幸せにこれからも頑張って生きていこうっていうような、そういうようなね、普遍的なね話にもしていただいた部分っていうのは良かったのかなと。それと主演のね方がね、綺麗な方でしたね。あの舞も最高でした。今回般若と小面のシーン、後藤輝元さんの打たれた面を受けたんですが、奥様の後藤風さんにお話を伺いたいと思います。すごく楽しみにしてたんですけど、はい、期待通りでした。横笛の歌は3回目なんです。初めから、はい、全部見ております、うん、能面ダンスに眠っていたものがここでこういうふうに晴れ舞台で使っていただいて、中の深みが出たように思いますね、オペラにね。そして安藤先生のお歌いも素晴らしかったですしね、生でね歌っていただいて。今日の橋本ワイドモーニング、横笛の歌、主役を演じました十鳥かな子さんをお招きしています。フィナーレはすごかったです。綺麗だったです。30人から舞台衣装に身を包んで、感想を今お聞きになって改めていかがです？私も初めて先ほどの音、まず音を、本番の時の音も聞かせていただいたんですけれども、最後にもこうすごい熱い拍手とブラボーっていう声もいただいてて、もうその時は本当に必死で覚えて、もうちょっと覚えてないぐらいなんですけれども、うん、すごい熱気がこう伝わってくるというか、そんな感じですごい舞台になってたんだなと今案外演じてるのは分かんないですね。そうですね、なんか必死でした、とにかく、うん、もう必死でこの横笛を演じようっていう気持ちでいっぱいだったので、うん、はい、もうすごい素敵な声もたくさんいただいて、もう改めてすごいもう感謝の気持ちと、そしてもう本当に感激しました。いろんなお声をいただいて本当にありがとうございました、うん、天野で最初にスタートして、はい、したのはあれ去年の夏頃でしたか？
そうです ねお話をいただいたのは7月頃、最初は実は滝口の役をしてくださってた竹内直樹さんが、はいはいはい、を坊野さんからこう通じて、ご連絡いただいたんですけど、とにかくびっくりしましたね。今度横笛あんたやで。そうなんです。急にそんな感じでした。そうなんです、まさにそんな感じでこうホームページが送られてきて、これちょっと興味あるかなみたいな感じでこう竹内さんから来たんですね。探りを入れられて、探りを入れられてで見て、こういう日本もののオペラもあるんだなと思って、興味あります、すごい素敵ですねっていうふうに送ったら、じゃあちょっと次主役だからみたいなの来て、ってなって、そう、本当にびっくりしましたね。はい、それまでは横笛の歌ももちろん舞台見ることはないですもんね。お住まいも兵庫県ですし、はい、和歌山というところもあまり旅行でちょっと来たことがあるくらいで、お恥ずかしながら、はい、今回たくさんじっくり和歌山を満喫しましたね。本当に天野のあたりですかね、葛城のね、はい、はい、もう秋の味覚もたくさん楽しませていただいて本当に素敵な街だなと思いました。オペラというとただただ歌うだけじゃなくて、本当に感情移入、それからそのなりきるということが必要になると聞くんですけれど、はいはい、そのオペラの横笛になるためにどんなその作業といいますかことがあったんですか。そうですね、イメージを膨らますにはやっぱりまず台本をもう本当にたくさん読んで、で、DVD とかも前回の公演も、いただいたりとかしたんですけれども、まあそれでちょっとこう、舞台のイメージは膨らませつつ、あまり見すぎずに、自分の中の横笛のイメージっていうのをすごく大切に演じることを、はい、作り上げてきたつもりです。はい。じゃあオリジナルの、ジュトリかなこさんの横笛が出てきた。私から見たこう横笛のいいところっていうのが出るように、素敵なところが出るようにと思って頑張って演じさせていただきました。はい、いろいろ横笛についても調べたんですけれども、やっぱり坊野さんにいろいろお聞きして、横笛のお墓の方にも最初にお参りに行かせていただいたりしたんですけれども、まあそれでいろんなイメージがやっぱり変わっ、どんどんやっていくうちに変わっていって、で最終的にやっぱり私の中のイメージとそこをできるだけ合致させてっていう、まあすごい難しい作業だったんですけれども、はい、そういう感じで作っていたつもりでした。はい、今日は坊野さんも加わっていただいてますけれども、最初からよしこれはいけるというそのこのジュートリーさん、よっからご覧になっててどうでした。実際ジュートリーさんの歌を聞いたりそれから舞台を見たりしたことはなかったんですけれども、先ほどお話ありました竹口入道役の竹内さんとジュトリーかなこさんがなんかサロンコンサートみたいなのをされてたんですよね。はい、そうです、そうです。前にも共演をされたことがある。はい、ええ、はい、そうです、去年ですね。なるほど、なるほど。それをネットで見て、うん、で第一印象がこの人は天野のシーンで綺麗に死んでくれるかなってそれでピーンと来て、で竹口入道に連絡をして、で、はい、お願いしてみてっていう話ですね。もうびっくりでしたね本当に急に。でもカレンさん、綺麗に死んでくれるかなってのはうんちくのある言葉ですよね。そうですよね。でも本当に綺麗にね亡くなりになられましたよ本当ですか。あのシーンが私にとって一番大切なシーンなんですよ。もちろんカレンさんのね般若のシーンもあるんですけれども、ずっとこう3回通じて死ぬシーンが毎回こう突きまとめて、難しかったですね、私にとっても一番難しくて、さらにその坊野さんがこのシーンが一番大事なんだよって何回も何回も聞かされてたのでどうしようと思って、もう本番の直前までもうそこが一番不安だったので、なかなか難しかったですね。でも綺麗だったですよね、照明とそれから舞台芸術といいますか、本当によくぞこれだけのことがこの小さな町でできるのかなと思いますよね。すごかったですね、照明から舞台から本当に素晴らしくて、皆様のなんていうんですかね、オペラに対する、熱気というかそういうのが感じられまして、本当に
こんな私もカツラギ初めて来させていただいたんですけど、うん、びっくりするぐらい素晴らしいところで綺麗だったんですよね、はい、お稽古もホールで毎回させていただいて、うん、こんなところ大阪にも兵庫県にもありません本当にそう思いましたね、はい、今バックに流れてますが綺麗に死んでくれるかなと、はい、ボーノスの綺麗に死んでいくシーンですからで、私もその練習風景稽古風景をね拝見させていただくんですけども、はい、もう全く飽きなくてね羨ましかった。あ、本当ですか。物を作り上げることをね、はい、目の前で組み立てていくでしょう、うん、そしてそのこれだと決まったもの、そのいわゆるその棒の演出を上から押し付けるんじゃなくて、とみんなと相談をしながら、はい、でそこでいて棒のさんの演出がグッと、うん、こっちから入っていく、はい、舞台を組み立てていく、その練習稽古も決して本番同様に楽しかったんじゃないですか、はい、本当に楽しかったです。なんというでしょうか、この横笛のチームがもうすごく、うん、今回とてもいいチームだったんだろうなと、うん、すごく思いましたし、そしてボーノさんの演出もですね、私のこういう風にやりたいっていうのを結構しっかりと、あ、そうなんだっていう風に聞いてくれる、結構、はい、聞いてくださったので、はい、話し合いながら一緒に作っていったっていう、そういう舞台だったなと、今思います。うん、どうですかそのあたり、カレンさん。どうでした。本当になんか初めのところのこう入り込んでいくところが、ジュートリさんと何度かすごく集中してありましたので、その何度かなんですけれども、私も楽しかったです。可愛いし、もうそこがもうとってもね、で遠いところから来ておられるし、違った風の方、うん、雰囲気の方だからね、なんか和歌山の中にもこういい、なんか新しい、そういったものを感じました。初めての、まあ、舞台稽古でね、本当に僕も冗談半分に、主役を演じる、いじめはないですかって言ったんですけれどそんなこと聞いたの。いじめどうでした。底意地の悪いやついませんか。ありましたよね。もうたくさんありました。もうここでちょっといよいよやりたいぐらいなんですけどそうですか、言われてますよボンさん。たくさんいじめられましたね。まあ本当に旗から見てましても、本当に皆さん素晴らしい方ばっかりでね、これがその横笛の歌、原作、それから音楽、指揮、その他演出も含めてですね、いいベースの中なんだけど、もうキャスト、オールスター、スタッフは僕はなかなか見えないところなんですが、チームが本当にいいですよ。なんでこんなにいいメンバーばっかり揃ってたんですかね。ボーノさんの人柄です。あら、自分で言わはった。ねえ。ねえ、でも本当に、はい、ボーノさんが、さすが、たくさんのね、方に、やっぱり支えられて、本当にこのオペラを迎えられたっていうの、すごいことだなと思います。いつかは日を改めて、天野のこいつかに、はい、それはもう、ね、報告と終わってからまたすごい考えてたんですけれども、はい、またぜひ機会があったらぜひ行きたいなと思ってます、はい。6ヶ月にわたる稽古と公演、はい、そして本番を迎えてですね、いろんなご苦労もあったと推察をするんですが、これまでにもいろんなオペラにも出演をされて、はい、まあ、主役ヒロインを演じるのは初めてだということなんですが、初めてです。こんなフルメンバーの中でこう仕事をされてきて、なんか、はい、新しい発見、あるいは新しい興味、あるいは学習されたことってあるんですかね。あ、もう本当にたくさん学習今回はもう本当にしまくりでした。やっぱり主役を演じるっていうことの
まず責任感やプレッシャーっていうのを一番にすごく感じていまして、もう1ヶ月前から本当にドキドキと、もう本当にそういうのが止まらなくて、このオペラっていうのは、あの横笛がもうやっぱりこう最後死んでいくっていう役だったので、私結構あの普段はソプラノだとあの軽い役というかあの楽しい役がすごく多いんですけど、こういう死ぬ役とかあの重い役っていうのはあんまりあのソプラノでももっと 重たいソプラノの方が多いんですけれども、こういう役も初めてだったので本当に勉強になりました。そしてあ、そうですね。今回、最初にあの、日本舞踊の舞をさせていただいたんですけれども、こういうのも本当に初めてで、もう一から、ソワ先生に今回はあの舞を、教えていただいたんですけれども、本当にそれも勉強になりまして、日本のあの動き、所作っていうのも、これも私初めてなんです。もう今回も初めてのことだらけで、一から全て勉強させていただいて、本当に日本のオペラっていうのの素晴らしさとか、もうそういったものもこれからもうどんどん挑戦していきたいなというふうにすごく思いました。すごくあの楽しくお稽古をさせていただきました。一方、この演出家としてですね、ボノさん、旗で見て、最初の登場からですね、行くまでいろんな修正につく修正、そして手直しがあったと思うんですが、どうですか、こうご覧になって見ていらっしゃって、ご本人前に言いにくいでしょ。いやいや、あの一番最初に初めてお会いした時に非常にこう清楚なイメージの方だったので、で非常に横笛に近いいいかなということでちょっと安心しました。で、お話しさせていただく中で、私よく知らないですから、お話しさせていただいて、一番最初に感じたのが、この方の普段の生活の中で、どのような喜怒哀楽をお持ちで、生活されてるんでしょうかって。そこを一番先にこう、感じたいな。で、洋物をやってる方っていうのは、大行な所作があったり、はいはい、歌い方があったり、で、それはそのままストレートに出していただいたらいいんですけれど、日本の和物の場合っていうのは、それを抑え込むことによって表現が小さくなっちゃう。だ、普段、こう、キャピキャピした、生活とか、嬉しい時には大きな声で笑うとか、悲しい時には泣いちゃうとか、人前でも泣いてしまうとか、そういう人に、それを表に出さないで演じてくださいよって、お願いしたら、それはですね、内側からこう表現されてくる、手振り、身振りじゃなくて、じっとりと表現されてくることを望んでるわけですから、普段どちらかというと、活発な方が、の方が、表現としては、非常に見てる側からすれば、内側からじわじわ出てくるものがあると、私は思ってましたので、うん、で、この方は、ジュトリさんって、どんな風な生活をされてるんだろうか。そこが一番、最初に気になったところ、最初お会いした時は本当におとなしい感じだったものですからねまあどっかのお嬢さんかなと思いながらお話をさせていただいたっていうところですよね。なるほど、はい、抑制をする演技が和物は必要だからという部分は、うん、自分の中でもやっぱりそういう、でもそれすごく難しいことだったので私にとっても無理難題ですよね。そうですね、やっぱり あの悲しいことをなんて悲しいんだってこう言うのは、あの言うのはとっても簡単なんですけど、それをなんて悲しいんだろうってこううちにやっぱり込めるっていうのがやっぱり日本の良さですよね。それってでもすごく難しいことだなと今回すごく思いました。普段のジュトリさんはじゃあ何に喜び何に悲しい、どんな人なんですか何が好きですか。そう言われるとすごいちょっと難しいですね。バラは好きですかじゃあバラで似合うのでもちろんバラ、はい、お花も大好きですし、あ、そうですね、あのなんか見るものっていうんですか、鑑賞するものとかやっぱり大好きですね。だけど今のあのボーノさんのお話を聞いてますと、出演者自ら考えながら所作なり動作なりをね組み込んでいくっていうのは、なんとなくあの初めの段階から僕はね、例えば安田和代さんが、あの王女院の前で、あなたからちょっと頼んでみてよというその所作なんていうのはね、決してこう書かれた台本には書いてないと想像するんですか。そうなんですか。
演技者の工夫でもって、まあ、台本には書いてますけれども、それを演じるのは例えば横笛っていうのは、うん、いろんな今まで2人の方がやってこられて、で私はいつも言ってるのは「樹取横笛」、まあ、ホームページとかブログにも「樹取横笛」って書いてるもんですから、うん、それは樹取さんとしての横笛をどんなふうに感じたのか。それの表現でいいわけで、それは私は決して押し付けるつもりはなかったですよね。なるほどそこをちゃんと理解して演じてくれた、うん、歌ってくれたって、これは私も本当に嬉しかったですね、うん、いやそんな風に言っていただいてありがとうございますボーノさん。ねえ、音楽の道をずっとまっしぐらに走っていらっしゃって、はい、この大きな転換期になるような気もするんですけどね。そうですね、私にとっても本当に大きく自分でも成長できたんじゃないかなと、はい、思ってます、はい、ワイドモーニングではこの横笛の歌もスタート前から練習風景も含めて、お伝えをしてまいりました、今度はボーノさんにお聞きをしたいと思うんですが、はい、これから続く、まあ、会場にも次も再演をという声が圧倒的に多かったように思うんですけれども、次なる横笛の歌あるいは次なるボーノオペラどんな格好で出てくるのか、ちょっとちらりともしお分かりになれば少し教えていただきたいな。今ちょっといろいろパターンを考えてて整理をしてるんですが、この続編を作るのか、新たな横笛をもう一度今の横笛の歌を壊してしまって全く新しいものを作るのか、その辺今悩ましいところ。こうして樹取横笛に出会えたので、うん、彼女がまた放送の中に入れていきたいなというふうには考えてます。悩ましいところですね。せっかく作り上げたのをまたスクラップ&ビルト。はい、面白いですよね。すごい嬉しいんですけれども、ちょっと怖いですね、どうなることやら。ねえ、だからあっという間の6ヶ月間だったと思うんですけれども、これからまた一から舞台を立て直し、ボーノさんの場合は本当にラジオを聴きの方、大舞台、舞台道具から、それから小道具、まあある種照明、演出はもちろんのこと、脚本、これまでね、何から何まで台本作りまでやって、そして、休みの日にはですね、舞台でトンカチ片手に小物を作ったり、こんな演出家日本中探してもそうそういないと思うんですけどね。器用といえば器用ですよね。器用貧乏なんですか。そうですね、とにかく自分がやらないと気が済まないという困ったもんですよね、これもね。さて、樹取さん、まあ、これからの夢を最後にお聞かせいただけますか、はい、今後これからこんなことをやってみたいなということがもしあれば。そうですね、私今回本当にこの日本のオペラをさせていただいて、もう今回は本当に特にいろんなことが、狂言とか、そういったもう日本の全てを詰め込んだようなオペラになっていて、本当に魅力的だと思いました、それでまあ今回思ったんですけれども、これから、またそういう日本のオペラを、これから演じていけるようになりたいなと、本当に思っております、はい、また一緒にやりましょう。ぜひ、ありがとうございます。もう本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。最後に何かございますか。もう本当にお越しいただきました皆様に感謝の気持ちでいっぱいです、そしてスタッフの皆様、今回の、キャストスタッフもう皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にお越しくださいまして誠にありがとうございました。朝8時からお送りしました橋本ワイドモーニング、お別れの時間が参りました。今日の相手は私中野豊信、そしてワイナスカレンでした、はい、そして、横笛の歌樹取かなこさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして総合演出のボーノソワさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。